フランコ・マウリッリは、イタリア・ローマ出身の言語学者、音楽学者、芸術評論家、イタリア・ローマ出身。15歳の時、バチカン内に住み神父の勉強をする。18歳の時に、当時の徴兵制度で軍隊に入る。軍隊で特別に許可を得て、美術、音楽、文学などを学び、芸術の基礎を築く。フィレンツェの美術学校を卒業後、 ヨーロッパで最大手の楽譜とレコードの出版社へ入社。そこで当時、聖地エチ,ェチーリア音楽院に留学中の日本人女性と、運命的な出会いを果たす。彼女が帰国後、後を追うように、日本へ向かい、その後結婚する。日本人に帰化し、細川正直となる。日本では、大学でイタリア語、オペラを教える片原河合出版、全音楽譜出版社。 ドレミ楽譜出版社と共にオペラの普及活動を行う。著書はドレミ楽譜出版社のイタリアオペラアリア名曲集シリーズが有名で、ベッディーニ歌曲集、プッチーニ歌曲集等も出版している。当時、日本ではオペラのイタリア語楽譜の流通が一般的ではなかったため、イタリア語楽譜の販売会社と直接交渉し、普及にも尽力した。 また、イタリア文化の幅広い知識を活かし、イタリアのデザインタイル、アートタイルの流通もいった。2007年に、画集、ラプリマベーライタリアの春から、にて、初めて芸術評論家として参加。その後、評論家としての活動が認められた数の、美術展覧会や画集で評論及び審査を務める。代表的なものとしては、国立新美術館で開催されている。 エイズチャリティ美術展、未来へつなぐ、言葉展で、審査、評論を務める。その他、ウィーン、クロアチア、セルビア、ドイツなどの交流企画にも、芸術評論家として参加。2015年、合同会社22世紀アートより監修として、日露修行条約160周年記念文芸、文学選手、風が、及び22世紀へつなぐ。 言葉プロジェクト電子書籍版文芸、文学集、花物語と夢の音を発刊予定。また、ドレミ学譜出版社より2冊の音楽書籍の発刊を予定している。テレビドラマ以下はすべてドレミ学譜出版社より出版。展覧会国内海外書籍。ありがとうございます。